じゃあ、おわっしょい、すいません。はい、こんにちは。こんにちは。さあ、今日もあれですね、はい、ケイさん塾長バージョンで。そうですね、夜なんで。あ、なるほど、ストロングタイムです。最近あの仕事っぷりがすごい世論で評判になってる塾長じゃないですか。ありがとうございます。お酒はあのホワイトで飲みました。あ、塾長今日は白ですね。今日もそうで、今日はホワイト塾長で。あ、ホワイトの塾長、潔白の白ってことで、潔白の潔白塾長私やってませんみたいな。あ、そう、塾長、はい、あのお決まりでモザイク入ります。またモザイクですね。モザイク入りますので、はい。さあ、今日は、はい、元永久ボクサーね、お二人がお見えになっているということで、はいはい、ちょうどこの内容でやるにはバッチリかなと。マジですか。先日ありました、あの WBO、はい、世界ミニマン級タイトルマッチ、はいはい、チャンピオン谷口正孝、はい、チャンピオンですね、はい、に挑戦者の石澤海選手、はい、さあ、まあ、もうご存知の通りかと思いますが、挑戦者の、ね、うん、石澤海選手が最終的にウエイトオーバーで、そうですね、ね、試合をすることになりました、はい、さあ、まず、ケイさん、はい、このウエイトオーバーに関して、はい、元プロボクサーの目線から見ると、はい、どうでしょう、率直に。率直ですか、これはでも、まあ、僕いろんな情報というか、まあ、その当時の多分僕らの考えから言うと、まずありえないです。今朝の時代はなかったに一番ですね。ほぼなかったですね。ほぼなかった。ほぼなかったですね。体重オーバーなかったです。その、まあ、体重オーバーがないっていうか、そのもうやっぱこう減量できついじゃないですか。はいはい、なった時にやっぱこう、もちろんその自分もそうですし、こう、やっぱ周りの人に迷惑かかっちゃうっていうことで、僕はそのできなかったですね。そういう感じが。そうですね。だ結局今回も。本来だったら僕のこれ考えなんですけどね、試合はするべきじゃなかったと思ってるんです。そうですね、そうですね。でもそういった今のいろんなね因果関係があるんで、もう試合をせざるを得ないそうですね、っていう形で、まあリングに石田選手も上がったと思うんですけど、そうですね、まあ今朝の現役時代ではまずありえない。そうですね、僕の時代ではありえなかったです。しかも2キロ超えですもんね、そう、最終的に 2.1 キロなんで。ただその多分そのなんでその僕ら時代なかったかというと、今みたいにその何でしたっけと、今回の議題に上がってるその水抜きとか、水抜きですね、塩抜きがなかったんですよね、うん、なるほど。なんでさっきもちょっとこれ撮る前にちょっと話しましたけど、実際あったらやってたよねって話をしてて、うん、でも多分そういうところなんでしょうね。そうですね、うん、なと思います。僕らは多分そういうなんか水抜き塩抜きじゃなくて、はい、もう本当にもう体脂肪減らすというか。そう、あ、さて塾長、はい、塾長の現役時代もやはりウエイトオーバーはほど今ほど目立たない感じだったんですかね。ケイさんと同じ意見なので、やっぱり昔ではそういうその年季ローバーっていうのは普通になかったことですから、それは今のそのね、水あんま塩抜いてからその水分を抜くっていう、うん、そういうその減量の仕方がではなかったので、なるほど。もしじゃあその減量の仕方を知っていたら、多分ケイさんも自分やってましたからね。やってましたね。やってましたか。なるほど。楽ですもんね、そしたら。楽ってのはおかしいですけど、そういう方法あるんだと思うんで。あのちなみになんですけどね、ケイさん、減量期間ってどれぐらいかけてやったんですか、試合前。僕は1ヶ月半ぐらいですかね。1ヶ月半。1ヶ月半で約8キロとか、9キロぐらい。塾長もそのぐらいですか。2ヶ月。2ヶ月のきっかりでした。2ヶ月で大体同じぐらい、7、8キロ落としてた。今回 の, その石澤選手の、これ情報なんですけどね、今までその試合を始める、あ、試合を、迎えるにあたって、最終的なその 水抜き減量っていうのが大体4キロぐらいやってたらしいんですよ、はい、それを計量の、1日ないし1日半前にやってたということです、はい、その4キロ水を抜くっていうのはどうなんですかね、1日で。すごいことですね。だから普通あの僕らみたいな人が考えると、脱水症状ならないのかな。そうですね、本当もう風船がこうしぼんだやつが大事ですね。うん、ちょっと考えられないですね。なるほどね。でもあの最近あの多分ほとんどの方の、ボクサーの方がやられる減量法って大体水抜きじゃないですか。あ、らしいですね。
だからこれのメリットっていうのはケイさん、どういうことが考えられますかね。まあでもこれのメリットっていうのは多分その結局その1週間前まで1週間に4キロ減らすってことは、それまでその例えばその試合だいたいその計量終わって体戻すのって3キロ半か4キロなんですよ。まあ解禁によって違うかもしれないですけど、僕はそれぐらいだったんですよ。はい、ってことはその1週間前までめちゃくちゃ動ける、要は体重できるってことなんですよ。なるほど。だから練習はもう多分ギリギリまでできる。多分僕らとかって多分もう最後の1週間もうカスカスなんで、体がもうほぼ練習できないんですよ。もう調整するって感じなんで、もう本当に体重落とすだけの、そう体重落とすだけの本当に感じなんで、それがいい練習ができるってことはめちゃくちゃいいですし、なんでその計量終わってから戻す体重があるってことは相当動けるんで、めちゃくちゃこういい感じで練習できるんじゃないですか、ね、なるほど、熟習、そうですか、そういう感じですかね。そうですね、ただまあもちろんそのケイさんも自分もそうでしたけど、多分その昔のその、まあ、一昔の世代前の選手ってなると思って、徹底的にまず体脂肪を落とすんですよね。体脂肪ですか、はい、体脂肪をとにかく落として、でその筋肉量を落とさないようにそのまあプロテインを使ったりとか、そういうものを、まあ、ちょこちょこ使いながら、でうまいこと徐々に体重を落としていくっていうのがまあ主流だったと思うんで、今のこの減量の仕方っていうのは確かに、まあ、さっきの話戻っちゃうんですけど、まあそれはそれ素晴らしいことだなと思いますし、まあ直前まで練習できますからね。ただそれは、まあ、多分ケイさんもそうですし、そうですけども、1週間前で4キロ5キロオーバーっていうのになると、多分恐ろしくて心配になっちゃうと思うんです。そうですよね。もう試合に1週間前で2キロが一番いいんですよ。あ、ケイさんそうだっておっしゃってましたよね、そうですね、大体。そうです。で、月火水、まあその日曜日は試合だとして、1週間前に2キロで、月火水木で2キロ落とすっていうのは、僕の一番あのルーティンとか、ああいう感じでしたね。なるほど。熟成もそうですか、計量当日ってそんなに落とさなかったんですか、じゃあ。計量当日はもう、そうですね、最後の1週間で水分を抜くっていう感じでしたから、もうそれは徹底に体脂肪、体脂肪って感じだったんで。まあ、当然食べる量をこうやってぐーって減らしていきますよね、体脂肪を。そうですね、減らしてって、本当もその計量の通り最後の1週間で、もうより水分をなくすんですよ、はいはい、ってなるとめちゃくちゃきついんですよ、本当にもう、あの多分これしてない人には分かんないと思うんですけど、多分ゆうらさんとか多分その自販機とか見ても恋しくならないですよね。ああ、だったら自販機あるだけじゃないですか。あ、自販機あるな、自販機見たらもう毒なんですよ。あ、全部欲しいんですよ、もう多分これ上から順に飲みたいと思うんですよね、はい、でこれ多分よく絶対そのスポーツ選手が言う問題があって、じゃあその1本の500のコーラがあります、はい、これ5万円だけどもし飲んでも増えなかったら飲むってやったら飲まないですよね、絶対飲まないですね、飲まないですね、僕ら飲みたいんですよ多分。そうですね、5万払ってでもその1本のコーラ飲みたいんですよ。なるほど。それぐらいもう来てるんですよね。だから結構きついですね、その1週間っていうのは。言い方悪いですけど、その一昔前の減量っていうのは、例えば計量日1週間ぐらい前っていうのは、はい、もうほとんど無有病者状態ですね、はい、本当にやばかったですね、はい、おーみたいな感じで、はい、そうですね、だからもう今やったら誰でも負けるっていう自信ありましたね、そのカリカリ肉は、はい、そうですね。なるほど、だから今の減量のやり方っていうのは、はい、そういう意味では本当に苦しむ瞬間というのを極限に短くしてるってことですよね。なのでまあその時代によるこうやっぱあれかなと思うんですけど、ただやっぱリスクもやっぱあるじゃないですか。まあ今回はそのリスクの悪い方ですよね。そうですね。こういうことですよね、はい。なのでそれがいい方向に行けばいいんですけど、だから僕らは逆にその僕らがやってたその一昔前の減量の仕方っていうのは確実なんですよ。でも今のやり方っていうのは確かに極限までその要は練習できる、その、なるほど、減らすまではできるんですけど、ただそれガンって落とすまでに体調を崩したりしたらこれがもう息崩れちゃうんで、でもうそこから落とそうと思っても間に合わないですね。だからまさに今回みたいな感じで、ね、そうですね、なるほど、はい、ちょっとそうですね、そのまあちょっと話は変わっちゃうんですけど、体重っていうのはボクシングっていうこの競技はやっぱりまあ体重制の競技なんで、まあ、だからバンタム級とフェザー級とライト級、はい、ウェルター級、ミドル級、ヘビー級っていうのは、まあ、一番最強だったら今回の試合だったらミニマム級ですね、はい、で、あのやっぱその階級制の競技である以上やっぱりその
そのお互いが同じ体重で戦うっていうのが約束ですから、うんうん、そうですね、うん、で誰と約束するのかっていう話になると、うん、まずはチケットを買ってくれるプロで、ある種プロボクシングやっぱりあの、はい、チケットが発生するわけなので、うん、あのチケットを買ってくれるお客さんにまず約束です、はい、何々級タイトルマッチとか、うん、そういうことになるわけですから、うん、で次がやっぱりあのプロボクシングの協会とかですね、うん、協会の定めた階級があるわけですから、うん、その階級との約束、それから、相手の選手のところの事務所ですね、うん、いわゆる事務、何々ボクシングジムっていう事務所との約束、うん、まあまあで最終的に一番、まあ、これじゃんと自分の持論もあるんですけど、ね、まあ、暗黙の対戦相手との約束だと思うんですけど、そうですね、はい、だから今回で言うとチャンピオン谷口選手に対してってことですよね、はい、チャンピオンと挑戦者との約束だと思うので裏切っちゃうとありますからね、そうですよね、やっぱり責任感もすごく出てくると思うんですけど、僕は今晩もその、まあ、勝ったからいいんですけどだからね、そうですよね。負けてたら多分めちゃくちゃ儲けてると思うし。そうですよね。だからあの勝ったその何でしたっけ、谷口選手。谷口選手は、うん、もちろん勝ったから多分言えることでもあると思うんです、うん。まあ相手の選手に、うん、いや、やめないでくれって言えると思うんですけど、うん、多分やる前めちゃくちゃ多分渋ってると思うんですよ。あのあれですもんね、拒否ってましたもんね。そうそうそう。やりたくないって。それは確かにそうなんですよ。だって、うん、体重そのもう1キロでも違えばパンチで違ってくるんで、うん、それが 2. 何キロ違うと相当なんですよ。2階級違うんで、そのそうですね。で、あともう本当に、なんだろう、こう、もうちょっと、命を捨てる覚悟でいかないと、俺は試合望めないと思うんですけど、まあ、試合に関しては、大体そういう気持ちでいくのは大事なんですけど、今回それがちょっと、あまりにもちょっと体重が違うんで、そうですね、まあ、結果論になっちゃったかもしれませんね。まあ、結局は、その、やっぱり、あの相手側が決めることだと思いますけど、ね、まあ、勝ってよかったなってありますし。まあ、あの一番はあれですね、多分今回の条件で、うん、まあ、石澤選手がリングに上がったということは、うん、当日 の, その試合開始2時間半ぐらい前の計量があって、はい、それで 700g しか増やせられなかったという、そういうことですね、うん、普通、受賞、はい、その減量を本当に仕切った選手が試合直前で 700g しか増やせないという状態で戦えるもんなんですか。これはそのケイさんも自分も世代がちょっとワン世代古いんで、うんうんうん、まあ実を言うと自分も減量失敗した試合が何回かありましたから、うんうん、そういう時って本当に1キロ増えないっていう試合もありましたし、うんうん、そうです、戻らないですね、あれ失敗すると、うん、あ、戻らないですね、失敗ってのは別に軽量にクリアできなかったってわけじゃなくて、うんうんうん、その要は減量失敗ってのはそのうまく体重を減らせなかった、あ、リミットは言ったけど、言ってるけど、そうそうです、実際の試合の時のコンディションまで持っていくということですね。そういうことです。あ、なるほど。結構みんなそう失敗します。僕も何回も失敗しました。なるほど。また本当にその増えすぎてダメって時もあるし、うん、増えすぎないって時もあるし、なるほどね。選手って結局その計量が終わって、うん、次の日、今は昔は前日には当日だったんですけど、今は前日計量で、うん、その前日計量でその体重を落とした後に次の日にベストのコンディションで持っていく、な、持っていくっていうか、その次の日になってるんですよ、うんうんうん、大体、うんうんうん、なるほど、最高のコンディションになってるはずなんです、当日の経緯っていうのは普通なんですけど、そうですね、うん、それがそこのコンディションまで持っていけないっていうのが、うん、ある意味調整失敗ですね、失敗したんですね、そういうことなんですね、本当に誰にでもあり得ることありますね、ロリにこう減らしすぎたとかすると体調悪くなって、いわ戻るもん戻らないですよ、うんうん、よく食べてもこう汚い話をリバースしちゃうとかっていうね、そうです、話も聞きますね、胃が弱い人とかはもうすぐ吐いちゃうし、うん、すぐ下したりだし、うん、だから多分お互い多分その多分そこは多分強かったんで良かったと思うんですけど、うん、だ失敗すると本当にもうそれがやっぱあれですね、うん、あの体ちゃんと戻らないとありますね、うん、いやでも今回、まあね、試合内容はまた別途ね触れますけど、まあ、両選手とも何もなくリングを降りれたっていうのがね、事故なくて、まあ、そうですね、まあ、本当に命に関わるお互いそういうリスクはあったと思うんですよね、良かったですね、それは良かったのかなと思いますね、700g はきついですよね、その計量終わって700しか増やせないことですよね、水分しか取れなかったって言ってましたね、そう、それはきついですよね、でも、これもネットの書き込みがなんかだったんですけど、はい、やっぱり試合見ると、すごい動けてたじゃないですか、石田選手。そうですね、動きました。それが、だから調整、まあ、それこそ減量の失敗というよりかは、
怪我で落とせなくてああいうウエートオーバーをしてるってことは体調自体にはさほど影響はなかったってことですね。体調は悪くないですけど、その今計画ミスですよね。そうですね、怪我をしてしまったっていうだけで。そういうことってことは多分その僕らみたいなその体重失敗というよりも、うん、その今回2キロなんて 2.6 ぐらいの体重が余分に残ってしまったってことなんで、そうですね。なのでそんな別に多分体重に関しては悪くないと思いますよね。そうですね、うん、だからあの動きが多分できたんじゃないかなとは思いますね。そう思いますね。普通あんなにシャキシャキ動けないですよね。動けないです、動けないです、動けないです。本当にあのカスカスの状態で絞り切ったらあそこまで動けないですよね。 700g 動けないですし、多分もうそんな失敗したらもう本当もう立ってるのもやったと思うんですよ。なるほど。いやー、さすが元ボクサーの見解ですね、今回ね。いやでも本当にそういう今の時代にしたかったですね、ボクシングそしたら塩抜きして、もうギリギリまで練習できるんで、それめちゃくちゃいいなと思いますね。ケイさんも塾長もそのやり方当時分かってたら絶対やってました。絶対やってました。現役やってました。絶対楽っておかしいですけど、そういう風にやったら直前まで練習できるんで、もう試合前日じゃあ3キロ一気に落とすみたいな、そういう感じでした。全然やれたと思いますね。ただあの世界的にいくと、この間カシメロが失格になっちゃったじゃないですか。要はサウナを使えないとかね。あ、そうですね。だからそういう部分で、要は極度の水抜きの部分でいくと、そういうボクシング全体のところで動きが出てきてるのも事実なので、そうですね、変わってくるかもしれないですね。変わってきますよね。確かに。そう、ケイさんもう腕上げてますね。僕が話持ってこうって言ったら持ってきますね。あ、私には見える。その今の話なんですけどね、最後にこれ聞きたかったんですけど、要はボクシング、まあ他の格闘技もそうなんですけど、要は階級制ですよね。だからその体重で戦いましょうっていうルールの下で行うスポーツ、ね、格闘技じゃないですか。そうですね。ただ、こういう風な減量があるスポーツとかってなると、実際に戦う直面した時っていうのはある意味アンフェアですよね。そうですね、そういうのってどうなのかなっていう世論も結構出てるんです。うん、確かにその結局その僕らボクサーっていうのは、まあ一昔前だともう当日経過、でも僕らの時代とかってもう1日前なんで、結局じゃあその時にクリアしても次の日はもう僕ら戻ってるんですよ。はいはいはい。だった時にじゃあ僕らライディングやったら 61.23、じゃあ軽量クリアしました、で当日は 64.5 になってるんですよね。はいはい。だからもうプラス 3.5 とか言ってるんですよ。でも例えば相手が例えばナチュラルウェイトでそのライディングとか、じゃあ当日も62ぐらいと、だからもう3キロぐらい差が幅ができるんですよね。これはフェアじゃないですよね。ってなった時に、これはどういうふうになっていくのかっていう話になっていくと、まだこれ難しい話なんですけど、だからあのこういうふうに最終的に計量失敗をするっていうのがいくつかこうケースバイケースで出てきた場合に、だったらそういう、これもごめんなさいネットから引っ張った情報なんですけど、要はリミットの計量を前日にやるんじゃなくて、当日の例えば午前中とかに今言ったようにライト級は例えば 61.2 だけど、じゃあ当日は64でっていう計量を1本にしたらいいんじゃないのとか、もう最終的な形でやる。そうです、もう試合もうリングに上がる一番近い状態のあれでやった方が、例えば一昔前のボクシングっていうのは計量オーバー自体は多分そんなになかったと思うんですよ。今ほどなかったと思います。まして世界タイトルマッチとかっていうと、日本でいうとあの比嘉選手が初めてでした、ね。ああ、そう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 。で今回その石田選手で2人目なんですけど、世界タイトルなんて絶対もう合わせてきたじゃないですか。特に日本の選手は。そうですね。ただ体重は合わせてはいるんだけど、実際試合やるとコンディション最悪だったとかね、ボロボロだったとか。そうですね。体重を合わせるだけで実際に戦うそういう状態になってなかったっていうのも、今以上にあったような気がするんです。確かに。だからそういうのを考えるとどっちがいいのっていう、これこそ議論とか論争になりますよね。そうですね、確かに。そのじゃあ前日の体重合わせて、じゃあ当日体重違ったらこれもライト級じゃないと、バンタム級じゃないって話になってきますから。そうですね。でも考えそれやっちゃうともう会計はもうより、そうなんですよ。だから階級って意味あるのとかっていう声もすごい出てるんで。ありますね。じゃあみんなヘビー級にしまえよっていう話になっちゃうんですけどね。まあ、差別になりますね。難しいですね、これは。まあ、一応決まりっていうだけで、昔からなってる決まりってだけで、じゃあ本当でもそれなんですよね。じゃあ前日クリアしてしまえば、統一違ってもいいのかって話なんですけど、難しい話ですよ、これは。
だそう考えるとある意味アマチュアの方がフェアなんですかね。そう、当日ですからね。当日ですもんね、はい、僕はだからアマチュアの時はもう1回上だったんですよ。あ、だからプロに入って落とす選手は多いけど、あのこの間お話しさせてもらったあの、今のがタイガー選手って、あれですもんね、はい、スーパーウェルターぐらいでやってましたもんね。ああ、多分そうだと思います。そうですね。ただプロだとライトでやるっていうことで、だいぶ下がったんですね。下げますね、そう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 。で、そういうことですよね。そうです。一事業があるんで。そうですね。受賞どう思いますよ、その階級制。寝てましたか？寝てません。ちょっと待たなきゃいけないですよ。いやいやいや。何でしたっけ、階級ですよ。ほら、見とったでしょ、また言いました。最近目開けたらこれで寝るんですよ、こうやって。それ、持ってますね。いや、大丈夫です。ちゃんと、何の話でしたっけ。いや、階級、どう思います。その、結局、軽量はするんだけど、実際にこう、退治した時には体重違うんです、うん、対等な状態になってないケースも多いじゃないですか。それも含めるとそれも含めてプロボクシングの面白いところじゃないですか。なるほど。で、ね、そのギリギリまで減量して、うんうん、体もパキパキにして、うんうん、で次の日に丸一日でどれだけ回復できるかっていうのも、それもプロボクシングの一つの魅力じゃないかなと私も思います。なるほど。うん、なんか僕らありましたね、やっぱそのなんか軽量って前日なんですけど、当日に増えすぎるとそのコミッショナーから来るんですよ。あなたの階級変えなさいみたいな。なんかありましたね。あ、要はそういう勧告が来るわけですね。あ、そうそうそう。階級を次回は上げなさいと。当日計量して、それがあまりにも増えてると、うんうん、もうあなたはもうこの体重やばいから階級変えなさいっていう、要は指令が来るんですよ。なるほど。当日計量って必ずあるんですか？あ、もうあります、あります、あります、はい。あります。どんな試合でもあるんですか？どんな試合でもあるんですか？4回戦から多分そのタイトルマッチになると思います。なるほど。はい。ましてそれで10キロぐらい増えてたら、まあそういうことですよね。多分何キロでしたっけ、僕は覚えてないんですけど、多分10キロは絶対多分ダメだったような気がします。うーん、IBF がそういう規定設けてるじゃないですか、確か。あ、そうなんですね。8%ぐらいだったような気がします。あ、へえ、そうなんですね。そうですね、今覚えてます。そうですね、確か IBF はそういう規定があるの、当日計量して。挑戦者決定戦、確か当日計量もやりましたから。あ、あれでした、カバジロの時でした。はい、うん、その試合敗れましたけどね。なるほど。いや、でも今回ケイさん、はい、また深いですね。いや、深い。最近深くて、もうマリアナ会合ぐらい行きますよ。どうしちゃったんですか、セリビュー。本当にもういろんなところ出してきますね、そろそろ。そうですよ、もう。だからまあね、本当に事故がなく試合が終わった。まあ試合内容はすごいいい試合だったと思うんで。そうそうそう。うん。まあそれでね、良かったのかなっていうのはありますし。で、試合内容に関しては、今 G 焼いてる人が今度来て、今 G 焼いてますよね。それをまた別口でね、やって、はい、そうですね、お伝えできればと思います。はい、いや、今日は元ボクサーならではの見解をね、聞けてよかったのかなと思います、ね。深いですね。はい、じゃあ、試合の展開に関してはね、はい、また別でやりたいと思いますので、はい、はい、ケイさん受賞、今日は貴重な話、はい、ありがとうございました。はい、こんにちは。はい、じゃあ、今日は明るいんで、バイトさんですね。人昼の。そう。昼担当。昼担当。今日は、限られた時間の中で、はい、収録させていただきたいなと思います。はいはい、さて、今日の、テーマ、前回、軽量オーバーのね、はい、いろいろ話させてもらいました。先日ありました WBO の世界ミニマム級タイトルマッチ。はい、谷口正孝チャンピオンと石田海。はい、あ、石澤海良かったでしたっけ、はい、石澤海、はい、そうですね、はい、ごめんなさい、間違えた、ごめんなさい、石澤海、朝倉だね、そう感じが違います。そうですね、石澤海選手ですね、はい、はい、さあ、今回は、K さんと Y さんに、はい、試合内容をね、ちょっと振り返ってもらおうかなと、はい、思いまして、はい、はい、お越しいただきました。はい、さあ、じゃあまず K さん、わしご覧になりました。はい、はい、まあ、率直にどうでしょう。率直に言うと、僕初めて発声しながら谷口チャンピオンの試合を初めて見たんですけど、はい、この方はですね、中間距離でずっと戦う選手なんですね。あ、距離はもう中間距離で、もう一定で、しかもその、その中で避けたり、避けてパンチ打つ、はいはい、結構見栄えは結構皆さんが見たら面白いような動きですよね。で、その手を結構
リードジャブを結構打ちながら、うん、常に手を出しながら、はいはい、あのボクシングするタイプで組み立てる感じで、はいはい、あのジャブっていうのもこう手をこうにこうちょんちょんする感じで、うん、そうですね、なかったに準備するね。ああ、そうそうそう、うん、あいけなかった、うん、ただそのこの中でゆっくりからこのやっぱあのちゃんとこう攻撃の余計をつけて、うん、バンバンってこんな感じですね。すごいあのうまいボクシングされますよね。そうですね、なので常にこう、うん、なんていうんですかね、虫でいえばこの触覚で相手をこう常につついてる感じですよね。例えば虫できましたとうとう虫が出てきました。そうそうそう、虫つついてきたらこの虫をこういかに料理するかって感じで、こんな感じでなんかあのジャブでこうゆっくり痛みつきながら最後ドーンっていう感じにするボクシングですね。大石さん、はいはい、試合ご覧になってもらいました。はい、はいはい、どうでしょう。あのいい試合でしたね、本当に。うん、いや本当にあの最近いい試合でしたね。最近なんかあれですよ、なんか軽量はね、あの、うん、うまくいかなかったっていうね、いうのはあれですけど、はいはい、本当にそのパンチもらってもあの、はい、チャレンジャーの方パンチ返してるし、うん、すごい根性あるなっていう。そうですね、うん、まあ、一発がある選手ですかね、あの石澤海選手は。右の使い方もうまかったですよね。まあまあ、うん、からやりましょうと、素人だけをしまうと、うん、本当にあのノーモーションでやってたんで、まあ、サウスポー対策にははい、ああいうのがいいんじゃないでしょうかと。そうですね、気をつけます。あ勉強になります。はい、はい、ただそうですね、あの最終的には11ラウンドかな、そうですね、レフリーストップで、はい、TKO で、はい、タイミングチャンピオンが、勝利ということだったんですが、さてケンさん、はい、挑戦者の石澤選手、はい、かなりモチベーション上がらない試合だったと思うんですよ、今回は。そうですね、あの体重超過もあって、うん、しかもその、計量終わってから試合まで、700g しか、うん、700g しか増やせないということで、はい、相当きつい中やったと思うんですけど、はい、僕的にはその体重超過して減量失敗して、こうリングに上がったって感じはしなかったですね。ちょっと余裕がある感じが、まあ、その本当はその減量失敗したらもう立てないぐらいな感じだと思うんですけど、はいはい、でも普通に試合してたんで、うん、まあ多分あの今流行りのその水抜きだったら失敗しただけなのかなと思ったりだったんですけど、うん、なのでそんな状態じゃ体調悪くなかったなと思って。そうですね、結構試合するべきじゃないみたいな声もね、そうですね、多かった中では。そうですね、うん、本当に両者とも怪我なく、はい、うん、無事に試合が終わったっていうのはいいことだったかなと思いますが、はい、はい、小林さん、どう思われますか、その挑戦者モチベーションが、ね、ああいう中で試合をしなきゃいけないっていうのはかなりきつい試合ですよね。だって勝ってもどっちみち、そう、クイ、あ、クイか、うん、WBは クイですけど、まあ、負けてほら見ろって言われて勝ったらおいおいみたいに言われる。あ、そうですね、どっちも茨の道ですだからもうある意味あの責任感みたいなところでリングに立ってるところがありましたよね。そうですね、うん、そう思うとあのボクサーとしてはすごいガッツだって、ね、いいボクサーだと思いますよね。そうそうそう、パンチもあるし、その成績のいっぱいもその谷口選手に負けてるいっぱいなんで、うん、まあ、同じ選手も今回2回負けてしまったんですけど、はいはい、あのやっぱあれですね、そのガードのやっぱ仕方がちょっとあのそこをついた攻撃が良かったですね、谷口選手。うん、アッパーがやっぱ、うん、すごかった、はい、アッパーですよね、うん、その石澤選手がやっぱ5分なんですよね、5分なので、ここが開くんですね、やっぱり。あ、ここ。そうそう、こういうふうなんですね。こういうガードなんですね。こういうガードなんですね。で、どうしても壊れてしまう。はいはいはい。結構アッパー入ってましたもんね、ちゃんと。アッパーの方がキーポイントでしたね。アッパーでかなり効いて、はいはい、多分あの、流れが変わりましたね。アッパーもらっても、まあ、10ラウンドが跳ねられると、返してました。そうですね。もうなんか、自分で気合いを鼓舞して、すごかってましたからね。あの、解説のバレンさんも言ってたんですけど、本当あの、レフリー止めようとか、そういうタイミング、3つらしいんですよね、だけどその石田選手が打ち返すんで、そうですね、止めないですね、止められないですもんね、ああなっちゃうとね。一回もらっても結局そのそういうアクションするんで、レフリーもああみたいな、飛びようか、止まらないか迷い中みたいな感じの、はい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 、はい、昔もありますね、カリアで僕その試合見たこと。本当ですか。あれね、なんかな、新生児のね、選手が来た時にカリアでやったんですよ。そうですね、そういう試合だったんですか。相手の選手、まあ、めちゃくちゃ打たれるんですけど、あの、ボビーは返すから、止められないですよ。ああ、なるほどね。打たれっぱなしにならないと思うんですね。そう。
そうなんですよ。だからレフリーもやっぱ見てるんですけど、うん、パンチ来てるから全然止まらないですね。だからもう、はいはい、判定まで行ったのかな、あれ結構めちゃくちゃもらってるなっていうパンチを。なるほど。だからそういう意味ではね、本当にガッツは見せたのかなとは思いますが、うん、なんかあれですね、はい、なんか本当にベストな状態でね、はい、2人戦ってもらった試合で結果をね、優劣つけてもらえれば。伊沢選手も結局その、まあ、パンチがある選手じゃないですか、でもこれはミニマム級だけの試合で、ミニマム級の話であって、多分その罠階級、ライドフライでフライだったら普通だったなっちゃうんですね。ってなった時に、まあ、今入る水抜き、まあはい、あれがあるから多分その階級で入れるんかなと思いますよ、ね、逆に言うと。そうですね、なんかあれですね、試合の2日前で 6.4 キロぐらいオーバーだったっていう情報でしたもんね。本当水抜きじゃないとほっつかないですもんね、そういう現状ですね、はい、さて、じゃあ最後にちょっとお二方に、僕がちょっと聞きたいなと思ってたんですけど、谷口選手のボクシングですよね、はい、日本のそういう世界チャンピオンでサウスポーの方すごいその技巧派のチャンピオンが多いイメージがあるんですけど、はいはい、過去から、はい、そのサウスポーの選手っていうのはやっぱりそういう戦い方になっちゃうんですか？そういうわけでもないですよね。そのサウスポーっていうとやっぱレアじゃないですか、レアだし、そのサウスポーはやっぱそのまあ、タイ、大体その練習っていうのはサウスポーじゃなくてそのオーソドックスを練習するんですよ。はいはい。ってなった時にオーソドックスを嫌がることをやっぱ練習するので、うん、それはこれが勝手にこうやっぱ練習のやり方によってやっぱ技巧派になっちゃうんですね。はいはい。やっぱサウスポーがじゃあオーソドックスを嫌がることを嫌がるまでやってくるんで、そうなるとどうしてもそういう技術的なことになってくるんで、なるほど。あと周りから見たら、あ、こいつうまいボクシングするなとか、うん、技巧派のボクシングするなってなってくるんですね。なるほど。はい。あいさん、どう思われますそのサウスポーの。まずサウスポーってやるって言うと、サウスポーをめちゃくちゃパンチあるんじゃないかなっていう。多いですよね、選手、パンチある選手。サウスポーは最近パンチないって言うないですよね。ああ、確かにそうですね。確かに、あ、確かにそうだ。サウスポーでパンチあるんですよ。ああ、そうだ。中谷選手もね、パンチ、そう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 、ね、切れますし。あと、サウスポーの世界チャンピオンだった。あ、三浦選手、ボンバーレフトもそうだし。ボンバーレフト。ボンバーレフト。あとちょっと前だと今の提言の代表の浜田内山さん、うん、内山さんはこれはオーソドックスですね。サウスポーで技巧、ああでも長谷川穂積さんぐらいです。ああそうか。でもあれですよね、後半 KO 率高かったですよね。ちょっと高いの買いましたね。で渡辺二郎さんとか前だと、あとアンタッチャブルの川島博さんとかね。ああそうですね。でもあの人も KO 率高かったですからね。まあカウンターで倒してる感じですね。そうですね。一発でドカーンっていうよりかは、そうですね。かわしてドカーンですよね。多分そのサウスポーのそのパンチある人ってどういう考え方するかっていうと、結構こういうふうに、そうですね。距離に出す。距離そうそう。結構半身になってるんですよ。なるほど。ケイさん。マシュ。やっぱりその評判のいい中谷潤と構えがまた出るわけですね。出ますね。これは出ちゃうんですよ。あれ評判良かったですね。そうです。強いなって選手は最近アッパーを折りたまぜるんですね。そうですね。なるほどね。さっき言ったみたいにこう構える人防げないですね、アッパー防げないですね、アッパー本当にもらっちゃう。結構フックってこうやってやればなんか、はいはいはい、もらわないですね、はいはい、アッパーってこうやってるとこう空いてるんでもらうんですよ、まず。僕もスパリングアッパーめちゃくちゃもらったことありますね。デビューに行った時にもう自分すごかったです。もう足、顎が痛くて来るって分かってるのかもらっちゃうもんですか。いや、分からないです。あれ分からないですよ、そう思うんですけど。なるほど。分かってますね、これ。そうですね。来るって分かっててもらったらあかんですよ。やっぱり上の階級な、上のクラスになればなるほど、やっぱいろんなパンチ打ってくるので。そうですね。まあ、大体、4回戦のこう、ワンツーか、フックかっていうのなんですけど、アッパーを今で来られるとちょっと、だいぶ、上手い人になってくるとアッパーでボディ使うんですよ。ああ、なるほどね。はいはい。いや、その長期戦なんで、A 級 B 級になってくると、はいはい、B 級 A 級が、そうなるとやっぱボディとかそういうのは効果的になってくるんですよ。なるほど。そうですね。はい、わかりました。はい。いや、ケイさん、マシ最近戦況が深いですね。いやー、もうやっぱそれは 3D ですよ、皆さん。それは 3D なんですじゃあ、泥沼にはまらないぐらいの深さで、じゃあそうです。これからもいろいろ、はい、
はい、また来ていただけたらと。マジで。いろいろなんかかけてますね。いやいやいや。はい、じゃあすみません、今日もお忙しい中、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いつも 3B チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。ケースからちょっとお願いあります。皆さん、コニアのボタンをポチッとしてください。そしたら僕ら今以上に頑張れるので、どうかよろしくお願いします。